ジョアンデラ・クルーズ・フステル・イ・オルテルスは、スペインの著作家。カタルーニャ語の著作家として、主要な位置にあり、その作品は、スペイン民主化の時期に左翼と、バレンシア州におけるナショナリズムをかつ気づかせた。政治的エッセイ、ノーゼルターズ、リーズ・バレンシアで彼は、ピゾス・カタロンズの用語を作り出し、スペインから独立した国家の地位を要求した。彼は、バレンシアの近く、 スエカの村で相対的に裕福な中流家庭に生まれた。両親は新人深いカトリック教徒でカルリスと出会った。父親は地元で有名な彫刻家で宗教的な作品を主に作っていた。1941年に彼はキューァランヘ島に入島したが、後に脱退した。1947年にフステルは法学医を取得した。 あとの1985年にはカタルーニャ語の文献学の博士号を取得している。1946年から56年までホセアルビと共同で雑誌バーブを発行した。彼の最初の著書イスクリーパーアルシレンシーは内容のすべてが詩であった。1952年に彼はレバンテでバレンシアのプレスとの協力を始めた。これは彼のより突出した。 面の内の一つである。彼はそれをデスティーノとラバングアルディアで続行した。1975年にはカタルーニャ文学栄誉賞を受賞している。また、1983年にはモダイア D、オアデラジェノラリタットでカットルニアを受賞した。1984年に彼はバルセロナ大学及びバルセロナ自治大学の名誉教授となる。百八十六年には バレンシア大学の文学教授に着任した。1981年9月11日、彼の自宅で2個の爆弾が爆発し、その所蔵書籍が大きく損なわれた。犯人が訴追されることはなかったが、それはフステルの政治的、文化的なポジションに反発するハンカータルーニャの極右によるものであったことが広く信じられている。ありがとうございます。